ちょっとね、これは世間は許してくれまへんよ。すみません、インタビューはあの有名な方が出てしまいました。ということでガチアサリの方やっていきたいと思います。で、私が今持っているのはバリアブルローラーなんですけれども、キル数が結構えぐいことになるということで、今持たせていただいています。で、なんでリザルトガーメンのキル数が、まあ、とんでもないことになるかっていうと、あのサブがね、あのトラップになったんですよ。で、前は吸盤ボムだったんですけど、まあ、トラップになったっていうことでアシストキルがめちゃめちゃ入りやすくなったんですよね。で、スペシャルは変わらずマルチミサイルで文句なしに、まあ、キルも取れる。で、あとメインはローラーなので、まあ、角位置ということでメインでのキルもこういう感じでできるというわけで、かなりねキルが取りやすい武器となっています。ですのでね、あのリザルト画面でキル数がもうちょっと欲しいなっていう方はバリアブルローラーぜひおすすめです。ちょっとね、相手の方には持っていただきたくないんですけれども、まあキル取りたい方がいらっしゃったんでね、あのぜひ、ちょっと噛んでしまったんですけど、持っていただけるといいのかなと思います。ちょっとね、敵の方にいるとマルチミサイルがね本当にいやらしくて、自分は持ってるんですけど、ちょっと敵の方に使われると嫌だなっていうのがあって、あんまりおすすめはしたくないんですけど、まあ、結構ね慣れると縦振りとか角位置で倒せるようになってくるので、ぜひ皆さんも持ってください。というわけで、今アサリは37ということでかなりリードは取れたんですけど、油断せず立ち回っていきたらなと思っています。で、このね縦振りの塗りが本当にすごくて、もう何回か縦バンバンって振るだけでマルチミサイルがすぐ溜まるんですよね。それも強いし、塗りも強いし、キルも取れるし、アシストキルも結構取れるということで、結構今作では強い武器になってるのかなと思います。はい、というわけでグレートバリアは中に入って横振りで倒すというわけで、最近ね、あのグレートバリアとか、あとカニタンクとかの倒し方をようやくね分かってきたんで、ちょっとそれも実践しつつ勝負に勝っていきたいと思います。とにかく味方の方が強い。よいしょ、ありがとうございます。味方の方がちょっとダメージ与えてくださったので、縦振りで一発で倒せましたと。で、右から来ているのでちょっと倒させていただきたいんですけど、ちょっと味方の方にお願いしました。ありがとうございます。で、右高にローラーがいらっしゃるのでちょっとやりたいんですけど、ちょっと届かないので、退散させていただきますと。やっぱね、ローラーとバリアブルローラーどっちが強いか、よいしょー、というわけでバリアブルローラーの方が強いというわけで、皆さんローラー持ってる方はバリアブルローラーに持ち替えましょう。で、ちょっとね塗って前に出ていきたいんですけど、あー、すみません、ちょっとね出しゃばりすぎましたね。というわけで守りの方に専念していきたいと思います。かなり味方の方がねアサリ意識が高くてバンバン入れてくださるのでね、自分はちょっと中衛っていう立ち位置で味方のアシストできたらなと思ってます。で、あそこ、すみません、ちょっとねカバーできなかったんですけど、マルチミサイルで敵を策定しつつメインで倒せていきたいなと思ってます。はい、とりあえずねマルチミサイルが強いんですよ2でも強かったんですけどね、3でも弱体化入らずにとにかく強いと。よいしょ。で、ちょっとねカウントの方が迫ってきてるので、デカアサリの方は作らずにキルをメインにしていきたいなと思ってます。で、そこにいらっしゃるので
おいろ、ありがとうございます。あとデカアサリの方がいらっしゃるので、あーすいません、最後ちょっと油断しましたね。 ありがとうございます。味方の方がやっつけていただいたので、これは多分勝ちましたね。ありがとうございます。味方の方ナイスです。結構アサリをね集めてくださったので、自分はちょっとキルの方をメインにさせていただいたんですけど、というわけでなんとか、はい、ガチアサリの方を勝つことができました。でちょっとねキル数の方見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、かなりアシストキルをいただいたので、キル数がなんと21キルということで、まあ、こんな感じでねキルできるので、ぜひ皆さんもバリアブルローラー持ってください。それではバイバイ。